ついに私動けなくなりました。私はこのきったねえ廃墟を超人気ホテルに変えるパリピ。9月24日のオープンまであと2日。以前昔のホテル名のままだった看板を取り外し、この看板に気をつけてから文字を貼ろうと、雰囲気のある木か丸い木かどっちがいいか多数決を取った。そしたらなんと1700件近いコメントをいただき、雰囲気のある木を採用。早速購入しようとしたところ、ちらほら木は腐るからやめた方がいいとのコメントが。なに、本当にごめんなさい、私のリサーチ不足で何も考えてなかった。でも気づけてよかった。教えてくれた方も、どっちがいいか選んでくれたみんなもありがとう。木は一旦やめて浮き出たカルプ文字の制作に切り替え、ホテルの顔となる看板、ここは絶対に後悔したくない。そのため文字の字体やらホテルのロゴはとことんこだわった。納品してくれた会社の方もすごく親切で、色合いなども一緒に考えてくれた。そしてついに看板シールが届いた。いつもお手伝いに来てくれてるみんなで一つ一つ文字をつけていった。ホーキングガンが得意なキャラ恋司さんと、そろそろ工事プロになれそうなアトムくん、そして相方恋ちゃんと私、もうこのタッグは最強だ。最後の文字をつける瞬間はちょっと泣きそうにもなった。そして完成した看板はこちら。マジで想像以上に可愛いし、我ながら上手にできたし、この看板を見てたらなんか私ここから動けなくなってしまいました。それぐらい愛おしい。いかん、そんなこと言ってないで、オープン準備しなきゃ。でもやっぱり可愛くて、夜もみんなで眺めた。さあ残り2日、もうお客様の迎え入れる準備はできてきたぞ。次回、私盗撮されました。